ベンチプレス何キロまで上がるのか検証していきたいと思います。正直100キロはおもちゃ。よっしゃ、いったこんにちは、原口健太です。今日はベンチプレス何キロまで上がるのか検証していきたいと思います。普通の多分筋トレ系してもあんま伸びひんから、こういう気になる感じのリンクとかさ押してくれると思うから、とりあえず何キロ上がるかやっていきたいと思います。ルールはどうする？競技じゃないから上がればいい、うんうん、ケツ上がろうが汚くてもいい。続いて伸ばしきれば成功。成功でいきます。どのキロも1回だけ上げる？それはもうケント自分で決める？そうやな、自分で決める。ちょっと肩痛めてるからまあまあどこまで、マックスは無理だと思うねんけど、いけるとこまでいきます。どんな感じ？いやあ、やばそう。寒いからな、余計に体硬いわ。まあ今だって来て5分、5分やな。まあ怪我だけしんように。うん、これもウォームアップ90で。ウォームアップ。ウォームアップ。ああなるね。これで体力使っちゃいそうやけど違う。一発しかない。これでめちゃめちゃ記録出したらあのてっぺんの取材依頼来るかもしれない。ああ確かにな。でもあれ出たよあれ。マジ俺いける気がする。とりあえず一発上げてみよう。90はそれ軽いのに当たり前に。こっからメインセット。え、もう始めるやんな。え、始まった始まってる。100キロ挑戦ということで、正直100キロはおもちゃ。おもちゃね。100キロはおもちゃ。おもちゃ。マジでおもちゃ。まあ一応あれって補助する。あ、一応なんかあった時に食べて補助する。じゃあ100キロ一発目挑戦で。あー余裕やね。余裕やね。次は110です。110。あー、まあ、105は飛ばすんか。飛ばす。もう無駄や。じゃあ110で行きます。はい、100キロの前乗り上げよ。こっちから見ててもあんまりだいぶ重たい。余裕そうやったけど100キロの時よりかはちょっと余裕感なかったね。ないな。うん、ここからどうする？もう120いくか。あー行く。これちょっと刻んだよ。もう一本。ちなみに今体重何キロ？ 75.3 ぐらい。ライズでは俺が一番強いわ。ベンチ。あーベンチ全世界でいいとこ行く。ほんま、ほら、ほんまに。じゃあ120。うわーこれめっちゃ久しぶりや。120マジで。これクリアしたらちょっと休憩して、ちょっと休める。休めないと。確かに行けなあかんねん絶対に。俺で来られる時に行けんかったらかっこいいやれる。もうベンチプレスだから俺は。筋トレやめるんじゃないねんな。そっちだよ。バーベー。ああでも110ってそんなあれやったら、いやでもめっちゃ重たいこれね。全然ちゃう。オッケー、一旦じゃあ休めると。一旦休憩。はーい。格闘家とは思えない。130ね。いける。おーおーいったはい。めっちゃ軽かったんけど。これやばやりやす。違う、全然全然違う。いやありがたい。 132.5 にしようかな。ちょっと刻んでもう記録やし。 2.5 でいくわ。あーオッケーオッケー。おーびくしょびくしょ。揺れてなかった。え、俺目つぶってたけど揺れてなかった。揺れてた。ビビってるわ。自己ベスト 132.5。記録更新 132.5。 これで勝負できたやろ。これ何キロやったの？20、20、15、1.25。 一旦これでおしまい。はぁー OK。 ああもうとても。はい、ベンチプレス終えてきました。まさかの記録更新。
予想なんてせんかったな。もう無理な気で来てたんやけどな。130いけたらいいかなと思ってて、ちょっと嬉しすぎて言葉で、マジで。いや結構喜んでたよ。いやマジで嬉しい。試合終わったほんまに、うん、ああ帝王高校ほんまに嬉しい。いやだってこれでさ、筋トレも本気っていうところ見てもらえるやんか、うん、別に重量どうこうじゃないやん。ちょっと重量上げるためには筋トレをさ、やっぱしとかないと上がらんわけよ。説得力が増す。そうそうそう、好きでやってるだけじゃ上がらないし、ほんまに研究してる。最終目標は何なん？まあ男としてかっこいい人になりたい。筋肉もそう、強さもそうやん。両方手に入れたらもうそれじゃないやん、うん、頭悪くても別にねえやん。まあ頭もかっこいいよ、よかったら、まあ、筋肉に魅了されたってことか。そう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 、うん、こんだけやってたら格闘技大丈夫って声多いもんな。だから言うてるやんな、だからそれはようわからん、うん、俺からして多いねんな。こういうやつがおんねんな。何を見てきたやん、俺の。いやでもめっちゃ悪くない普通に。俺は見てるから、まあ、あるのわかるけど、もう俺何回見てるかもう光ったと思う。しかも今急激に言ってるわけじゃないから、そこは分かってもらうと。しつこい、2ヶ月は優勝したし、重量上がりつつ結果も上げてるから、それはもう、まあ、今の結果としてそんな影響もない。でもこちらやったら分かんねん。でも やりすぎたらおもらってとか分かんねんか、うん、分かるからそれは大丈夫やな、うん、はい、はい、以上で終わりです。はい、ありがとうございました。